こんにちは。今日は、老化についてね、お話しましょう。年をとっていくと老化するのが今までのその時代、これからはどうなっていくんでしょうね。心の時代に入って、王の時代、心の時代ですね、心の時代に入って一番変わるのはまず皆さんの見かけです。見かけが若くなる、これに気づいていませんか？どんな風に若くなるかというと、40代で老化が止まるっていうんですね。で、皆さんはどんどん若くなっていくんですよ。実際にね、60代の人、70代の人、40代の人、差がなくなりつつありますね。まあ、もちろんね、いろんな手当てをすることによって変わるんで、何もせずに変わらないっていうのはまだ先の話です。で、特に老化を促進させている、ひどくさせているのが、食べ過ぎ。食べ過ぎによる酸化ではないかって言われてますね。あ、今ちょっと気になってます？なんで桜撮ってるか？今、公園に連れてきてもらって、最後の動画撮りしています。昨日お話しした通りに、桜の公園に連れてきてもらいました。満開でーす。桜のパワーね、もらっといてください、皆さん。はい、近づきましょう。太陽と、桜と、太陽どこだ？入っていた、いた。太陽と桜。はい。で、老化をね、防ぐということではないんですよ。老化を起こさない。酸化を起こさない。体の中で酸化させない。ここのところに集中してほしいと思います、皆さん、意識を。で、酸化させない、一番ね、簡単な方法は、腹七分目。八じゃないんですね。腹八分目じゃないんですね。七なんですね。腹七分目って、どういう方法ですかって、正直思います。で、腹七分目で実験した方がいて、お猿さんのね、25年間。もうまだね、研究続いてるとしても30年超えてるんじゃないかと思うんですけど、研究してる先生がいて、ボスザルはお腹いっぱい食べさせた。ボスジャルじゃない猿に、オスの猿にね、腹7分目しか食べさせなかった。え、7分目なのって、その時は思ったんですけど、実際に25年経って、驚いたことに、ボスザルは、たくさんご飯を食べて、老化して、もう毛も抜けて、老化して、なんだろう、体力もなくなっているそうです。あ、つぼみですね、まだ。赤い桜はつぼみですね。それに対して、腹七分目しか食べなかった。食べさせてもらえなかった。お猿さんは、同じ年齢でも、木として、元気で、メスにもね、モテるみたいなんですよ。だから、7分目の食事っていうのがいいらしいんですよ、ちょうど。自分がね、じゃあ7分目どうやって分けるのって私もね、散々悩んだんですけど、多分、この方法が一番いいんじゃないですか。ご飯を食べようと思った量、3分の2取って、残り避けとくんですよ。次のご飯にするんですね。で、食べようと思ったマックスの7割、または3分の2、を食べれば若くいられます。で、実際に3分の2でね、食事をすれば、当然ながら、痩せますよね。痩せる。うん。でね、ちょっと細い人ね、痩せちゃったらね、体力落ちちゃうんで、高カロリーのものを食べてくださいね。高カロリーで3分の2ぐらい。絶対的な食事量を減らす。で、食事ってね、そのエネルギーなんですよ。なぜかっていうと、破壊するから。壊すから。噛み砕くっていうのは破壊なんですね。何度もお伝えしてますけど、噛み砕くエネルギーは破壊です。うわぁ、太陽すごくなってきました。なので、破壊するエネルギーを減らすためにはどうするか。まず食事の絶対量を減らす。これが一番ですね。7割にするってことですよ。次に、
あの、噛まないってことなんですね。ええー、と思いますよね。噛みましょう、噛みましょう、噛みましょうって散々言われてきて、今更噛まないなんてあり得るのって思うんですが、噛まずに食べることを考えましょう。だんだんね、王の時代になると、噛むことはなくなっていくそうです。柔らかいものがみんな好きになる。でね、噛まない最後どうなるのっていうと、顎が発達しなくなるでしょって思うかもしれないんですが、王の時代500年後にはもうご飯食べないそうですよ。エネルギーだけで生きていけるらしい。そういう体になっていく。なんて話もありますね。まあね、私たちね、今すぐ500年後に、瞬間移動できないので、この事実がどうなっていくのか正直言ってまだわかりません。でも、食事することが、やはり老化することであると。するならば、食事量を減らす。ね。若くいたい人はね、してください。私はいいですって、もうこのままね、そんな寿命を考えずにパタッと行きたいなーっていう人はね、ここまでしなくていいですよ。好きにしたらいいと思います。ただ、やっぱ7分目ぐらいでね、食事量を抑えるということは、食料問題にも関係あります。やっぱね、みんな食べすぎるんですよ。食べすぎて残して捨ててっていうことの繰り返しじゃないですか。これを減らしましょうっていうのも一つの目的の一つですね。目的の一つです。だから、みんながね、少しずつ食事量減らしたら、食べる絶対量減っていくんでね。あとは、食べ物を工夫することですね。売る方人も。なんて言うんですか。食べ物を加工する。でもね、加工したら、そこゴミが出るか。でも、このゴミを、堆肥にすればいいのか。ですね。ちょっとこの辺を工夫してもらって、取れたものをね、どう、その自然に還元していくのかっていうことをね、もう少し考えてもらいたいなと思います。私たちは食べることで命をつないでいます。で、食べ物がほぼ 100%、肉体には関係、影響を及ぼしています。で、ここに老化の、原因もあります。食べ過ぎることによって酸化を起こす。絶対量を減らす。この辺を考えてもらえたらなと思います。さあ、今日は、まだ、さ、満開になっていない桜と満開な桜、お楽しみいただけたでしょうか。またねー。